3月24日の日曜日、昨年閉校となった実国小でお掃除プロジェクトがあると連絡をいただき、取材にお伺いしました。たくさんの靴が並んでいましたが、一体どれくらいの参加者が集まったんでしょうか。みんなおのおの一生懸命真剣に掃除をしていますね。という間に校舎が綺麗になりました。今回のプロジェクトについて元 PTA 会長の栗田さんにお話をお伺いしました。以前ですね、ここでふれあい地区館っていうお祭りが実国小でやるまして、でその時に、校舎少し入れる時間があったんですけど、その時にちょっとやっぱ、あまり住んでない家とかもそうなんですけどね、やっぱ埃が溜まっちゃって、これはお掃除したいなっていうのがきっかけで、でも自分たちだけではやっぱできないですからね、少人数でもやっぱ人1回だけしかできないとか、今回3世代で揃ったんじゃないですかね、おばあちゃんからちっちゃい子さんまで、いやもう感無量ですね。ここまで大成功になったとは本当に思ってなかったので、これを機会にまたなんか実国小でやれる催し物とか企画があればまた練りたいなって感じました。お掃除プロジェクト。OK です。バッチリです。お疲れ様でした。素晴らしいお掃除の様子でございました。実国小を卒業したみんなだったり、あと実国小を使っている皆さん、ずいぶん前に、実国小を卒業したりとか、先生としてこの学校に赴任していたりとか、いろんな方がなんと90名も集まって、今回のお掃除プロジェクトが成功いたしました。本当に皆さんお疲れ様でした。バイバーイ。